先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。ここは落としてきました。見逃し三振、これでツーアウトあります。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですよね。いいまっすぐですね。はい、低めストレート空振りでストライク。このピンチ見事三振を奪いました。ツーアウトになっています。ランナー2は7番坂本。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。千賀まずは先頭変化球空振り、これでツーアウト。柴田が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バッテリー先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。外れてますか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。よく見ています。平行カウント、バットに当たりません。三振。次には青木が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですよね。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配慮。このピンチ空振り三振に切って取りました。バットに当てられません。ランナーそのまま。ボールパシフィックとしては序盤から点差をつけてますから思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。いや絶妙のコントロールですね。はい、変化球が決まっています。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。オールパシフィックとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。いや素晴らしいコントロールですね。インローへキレのある変化球、ここは空振りで三振を取ります。もう一ピッチングをピッチャー続けています。ボールの力が非常に今日はあると思いますよね。コントロールもいいですし非常にいい内容ですね。このままこの投球が続くんでしょうか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。ボールになります。落ちる球できました。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。高め見送っています。これが5球目。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。初球は何で来るか、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。落ちる球を持ってきました。そのまま入ってアウト。初球は何から入ってくるか。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。